昨日相撲を見てましたらですね、負けるべき人が負けずして勝つと、それで、ね、勝つべき人が負けるというような場面も出てきました。それはそれだけの自分があるかどうかということを私なりに考えてみますと、やはりどっかやはり油断してるんだな、稽古を怠るとか、あるいはその作業のミスとか、なんか原因があると、それで負けてると、まあいうことですね。でも相撲一つでもそうであると、すべて、ま、負けるには負けるの原因があると、事業のうまく進まんには進まんだけの原因があると、その原因は自ら作ってるわけであると、相手が作るんじゃなくて、自分は自ら作ること。多いと思うんです。私は64年間商売を見てきましたが、その間お取引先も随分たくさんあります。何百何千という携帯と直接取引もしてきましたし、またそのケーブルも見てきましたと。しかしその大半ですな、その大半は潰れていくと、まあ、悪くなっていくと、経営がうまく進まないという商店会社の大半は自ら招いているということです。そういううまくいかない会社の経営は、まあおおむね経営者がその会社を潰していると、あるいは経営者にずんずるような人々によってその会社を潰していると。そして党のご本人は決してそうは思わないと、一生懸命にやってんだと、一生懸命やってるけどもうまくいかないんだということを嘆いておられると。けれども私が見ますと、君自身が会社を潰してるんじゃないかということを言いたいなるような状態であります。労働組合が賃上げしてくれということでいろいろまあ問題を起こすということによって会社が潰れるということはまずないと考えていいと思います。会社を潰すのは会社をまず繁栄させたいと、繁栄させていきたいと熱心にやっている社長自身が会社を潰しているということが大半やということを知りました。しかし本当に潰している経営者自身が会社を潰しているのは自分やということは悟っていませんな、知りませんな。自分は一生懸命やってんだということを考えている。しかし静かに外部から見ますると、潰しているものは誰かいたら従業員で何でもありやんと、君自身じゃないかと、経営者自身じゃないかと言えるです。そういう状態が国でもそうです。国でも潰すのは一国の支配者であると、一国の支配者以下によって国が潰れると、起こすのもまた支配者であると、こういうことだな。それから賢い人はですね、賢い人は会社を起こし国を起こすということになります。しかしまた同時に賢い人は会社を潰し国を潰すと、こういうことだな。まあ平凡な人は起こしませんから潰しもしないとまあプランに行きますな、うん、そうですから賢い人は非常に危険であると、一面非常に希望に持てるけど、一面非常に希望危険であるということを言えるんです。そうじゃないか、面白いもんやと思うな。だからそのね、賢い人ね、国を潰す賢い人と国を起こす賢い人とどんな差があるか、もう神一枚の差あるな。もう神一枚も差がないぐらいのその差がないと、それで一本起こすと一本が潰すと大変な違いになると。そうですから支配人を決定するときもあんまり賢い人だったらうまくやってくれるだろうという期待を持てる代わりに非常に潰しているという点も合わせて考えてもらいたいな。この人を工場長にしようという場合ですな、この人がしっかりしていて大丈夫だと思ってやりますけども、しかしこんだけ賢いから潰しようかわからんなということを同時に考えてもらいたいんですよ。まあこのところやったら潰しもあまり成功もさせないやろという平凡な人は、まあ、平凡に、まあ、時を過ごしていきますけどね。だから人を使うということは
非常に面白いもんでな、妙味のあるもんでな、賢いから安心やで、賢いから安心じゃないですよ、賢いから危険ですよ本当は。というのは自分で独断専行やりますから、賢い人はそれでもうまくいかないということがあります。また今まで自分も人を使ってきていろんなことがありましたけどね、おおむねうまくいきましたけども、特にやっぱり失敗する、特に失敗するのはあのしっかりした男がとこうなんですな。けどもそのしっかりするというのはね、結局はどこが違うということをさらにこう真実めていくとでな、結局私というものがあるな、私というものがある、一歩を成功するには私というものがない、賢さは一緒であると。しかしちょっと自分のまあ芯が入るね、そうすると非常に差が出てくるね。だから一国の、まあ、首相と言われる人もあれも非常に政治家として立派であると、あ結構であると、けれどもその立派な人であっても芯があったらそれはあきませんな。一国の首相と言われる人はもう全く芯ない人だから、そうないと本当に負けないと。会社の社長でもね、芯があったらあきませんな。でも我々でも芯があったらあかんと思うんですよ。で私は芯を持たないようにと、私というものを忘れないかんということを始終自分で言い聞かせたんですよ、うん、これは天下の預かり物やと、天下の預かり物やから大いにそのやっていいと、それだってやってもいかんと、遠慮するんやっていいと、遠慮せんでやっていいと思う。けど私が出てくるでしょ、どうしても出てくるでしょ、その出てきた時に危険やからなんですよ自分ね。で私は自分と今カットしてるんですよ、芯を消すこと、消すといつも芯が出てくると、こういうことでな。今私は今もう全く隠居してしまってませんからね、隠居してるようになってますけども、やっぱりいろいろ考えてますからね、そうするとやっぱり私が出てくるわけですよ、うん、それと会社のために貢献なんて思っててもね、会社のために貢献なんと同時に自分のために貢献なんていうことも考えているんですよ、まあ、それではいかんといってそれを打ち砕くと、打ち砕いたその次の瞬間にまた自分が出てくると、もうやっぱり欲望というものはどないさが手を消せないでしょ本当は。だから今私は自分で葛藤してるでしょ、自分を消すということと、自分が出るという出てくるという、それを抑えるという、その葛藤の日々ですね今早くですね。